いじゃない。それはこれからまとめるの。どっちにしろ私だけじゃ考えられないじゃん。 VJ だけが先走るの変でしょ。第一、それを言ったらイソラのラブリーチャーミーだってふわっとしてない？そう、ユカならうまく受信してくれると思ったんだけど。悲しいわ。はいはい、ストップストップ、今日はその辺にしておいたら。ちょっと熱くなりすぎてるんじゃない？それもそうだね。にしても珍しいね、こんなにヒートアップするなんて。一体どういう流れで？あ、ごめん、私この後に用事があるんだった。あ、やば、いつの間にかこんな時間じゃん。私も行かないと。ごめんね、また今度。それじゃね。うん、また後で連絡するから。なんか嵐みたいだったね。まあね、でも本当に珍しいよね、ユカとエソラいつも仲いいのにさ。まあそれだけ二人とも今回のライブに真剣ってことかな。私たちも負けないように頑張らないとね。いや、さっきの感じだと。まあ二人とも大人だし心配ないか。あ、雨降ってきちゃったか。台風も来るって言うしな。マジ勘弁、鬱陶しい。台風か、この調子だとしばらくは天気が荒れそうだね。荒れんのは天気だけだといいけどな。ん？ユカとエソラのこと？大丈夫だよ、シノブも言ってたでしょ、二人は大人だって。明日か明後日にはケロッとしてるよ。私たちは私たちでやるべきことをやろう。あいあい、エナドリ補充しとくか。